6日に緊急搬送された歌手の浜崎あゆみ43の公式サイトは7日、浜崎あゆみ経過のご報告と題し、意識不明の状態が続いておりましたが、先ほど意識が戻り現在は容態も徐々に安定してまいりましたと報告した。写真、骨折を報告する浜崎あゆみ。同日、名古屋市の日本外資ホールで予定されていた、あゆみ浜崎アジアトゥール2021-2022A から23RD モンスター、公演を中止を発表した。公式サイトによると、浜崎は6日の公演後、急な体調不良を訴え、病院に緊急搬送されたところ、アナフィラキシーショックと診断を受けたという。その結果、11月7日、日曜日の公演開催は困難との医師の診察を受け、浜崎あゆみ及びスタッフ一同協議の末、直前でのご案内となり大変申し訳ございませんが、やむを得ず急遽本日の公演の開催を中止させていただくことにいたしました、と記した。浜崎は4日、自身のインスタグラムで足首を骨折したことを明かしつつ、6、7日の愛知公演を強行開催することを宣言。今回の怪我ともどうにかうまく付き合いながら、土曜日、日曜日の名古屋公演のステージに立たせていただきたいと思っています、と綴っていたが、再びのアクシデントで公演中止を余儀なくされた。